どうもマジシャンのしゅんです。今回は行動するなら花を贈るというテーマでお話をしていきたいと思います。実はですね、明日私の誕生日ということで花をいただきました。ありがとうございます。はい、お花があるとですね、部屋に潤いができますね。ありがとうございます。で、ちょうど花を贈っていただいたので、ちょっとこういったテーマで行動するなら花を贈るというテーマでお話をしていきたいと思って動画を上げてみました。皆さんちなみに花って贈ったことありますか？僕はですね、妻に花を贈ることがよくあるんですね。まあ、記念日だとか、バレンタインデーとか、いろんな場面で、感謝の気持ちを込めて、贈るんですけども、そのちょっとこう贈り方というか、こういう意味で贈ってますっていうのを最後にちょっとお話をしていきたいなと思います。いろんな効果があるんですけどもね、男性だったら女性に花を贈る機会って結構あるのかなと思うんですけど、女性が男性に花を贈るっていうのはなかなか多くはないかなとは思います。例えば誕生日の時とか、歓送迎会とかで、お別れの時だったりとかしますよね。コンクール優勝しましたとかもありますし、開店祝いとかもあるかもしれないですよね。で、いろんなシーンで多分お花を贈ることってあると思います。花をもらって喜ぶ人もいれば、そうでない人もいるわけですよね。もらってもちょっと処理に困るなっていう風に思う人ももちろんいるとは思います。どちらかというともらったら嬉しいですよね。で、僕はもらったら嬉しいんですけど、でそういった花に関しても、花をもらうとか贈るとか、または花の匂いを嗅いだりとか、目で見るだけでも、いろんな心理効果っていうのがやっぱりあるんですね。女性になぜ花を贈るかっていうと、女性ってよく女の勘とかって言うじゃないですか。彼氏が例えば怪しい行動してる、旦那さんが怪しい行動してるなっていうのはパッとこうすぐ分かったりしますよね。そういう女の勘ってあるじゃないですか。これって実際にあるんですよ。これなんでかっていうと、女性と男性ではこの優れてる部分っていうのは全然違うんですね。よく男性の女性のなんて言いますけど、女性が男性よりも優れている部分で一つ挙げるとしたら嗅覚なんですね。すごく匂いとか香りっていうものを意識しやすいです。イメージしやすいです。なので女性はどちらかというと男性よりも匂いにすごく敏感な方が多いです。なのでお花を贈ったりとかすると、すごくこう心理的な効果としてもリラックス効果をより感じたりとかすることもできます。逆にタバコの匂いとか汗の匂いとか、お酒の匂いとか、あんまりいい匂いじゃないですよね。その、体に染みついた匂いっていうのを、より感じやすいので、男性は女性に対して匂いにすごく気を使った方がいいというふうに言っています。ちなみに女性は脳を両側で、そのものを見ているんですけど、でも、男性は片方しか使ってないことが多いんですね。なのでここに得意不得意っていうのがあるわけですけど、空間認知能力が高い得意っていうのは男性が多いですよね。聞いたことありません？絵を見て綺麗って思うことの観点って違いがあって、男性はその絵を見た時に空間的認知を見て、あ、綺麗な絵だなって思うんですけど、女性は、物とのその相対的な、位置とか、そういったものを見て、把握する能力が高いんですね。でそれで、美しいとか綺麗とかっていうふうに思います。テーマでもあった行動するなら花を贈るっていうちょっとお話に入ってきて、フランスの面白い研究結果があって、花を飾ってある部屋と、そうでない部屋を用意して、そこに男女を配置します。で男性から、女性に対して電話番号を聞くっていう、実験なんですね。で電話番号をゲットできた確率っていうのが5割近くアップして、電話番号をゲットすることができましたっていう効果があります。なので、花があることによって女性の行動が変化してくるっていう風な研究結果が出てきたんですね。ちなみに別の実験で、花屋さんが近くにあったとしても同じような結果が出てきたそうです。電話番号をゲットするときは花屋さんの近くだとか花があるところで電話番号をゲットした方が、より効果的ですよっていう風にですね。あまり日本人で花を贈るっていうことが、習慣というわけではないじゃないですか。でも結構海外だと普通のことであって、アメリカでバレンタインデーとか、女性が物を贈るんじゃなくて男性が、女性に贈ったりするわけですけど、プレゼントをもらって嬉しいなって思うものの上位2位に入っているのが花なんですね。なのでプレゼントに、花っていうのはすごくいいですよっていうふうに言われてます。でちなみに僕はですね、今までこういろんな花を贈ってきました。で花言葉ってあるじゃないですか。で花言葉を添えて僕を贈るんですけど、
今まで僕が送った花ってオレンジのバラとひまわりとブルースターって青いガーベラ、白いマーガレットと、ピンクのバラだとか、あと紫キキョウとか白いカーネーションとか、まあいろいろあるんですよね。まあ、それぞれに例えば、オレンジのバラだったら、信頼と絆とか、ひまわりだったらあなただけを見つめてます、ブルースターだったら幸福な愛、信じ合う心とか、いろんな意味合いがあります。で、結構毎回花を送るって大変なんですよね。選ぶのも大変だし、まあ、楽しみだとまず思ってます。いろんな言葉を知るのも好きだし、あ、こういう意味合いがあったんだっていうのも知るのも好きなんですけど、僕が目標にしてることって、例えば、まあ、信頼してるとか絆とかっていう、まあ、花を送ったとしたら、そのことを伝えることによって、まあ、あの相手に思いは伝わるかもしれないですけど、相手の行動にもやっぱり、その意味合いを通して、それをオレンジのバラっていうものに対して、まあ、付加価値がすごく生まれるんですよね、そこに対して。なので、それを自分自身でその花を送ったっていうことだけじゃなくて、何の花でどういう意味合いがあるのかっていうのをしっかりこう伝えることによって、その場面がすごく付加価値のあるものに変わります。で、その意味合いを理解することで、思い出のに残るだとか、まあ、そういった効果が生まれるんですよね。なので、ぜひ花を選ぶっていうのも楽しみにしてほしい。僕がちょっと目標にしているのが、今までこういろんな花を送ってきて、それを1本ずつ全部選んで、何年か、まあ、5年とか10年した時にその分のやつを全部集めて花束にしたいなと思って、毎回毎回、まあ、1種類ずつこっちの花束にして送ったりとかしています。これ失敗談を2つ話すとですね、まず1つは妻に言われたんですね。こういろいろ意味合いがあってですねって言うとですね、重いって言われる場合があります。でもう一つは、花を選んで送ったんですけど、見た目がいかんせんちょっといかついというかですね、ちょっとなんでこれ選んだのみたいな話になっちゃうので、意味合いだけで選んでくると結構大変になってくる。もう何年も続けてて、思いました。いろんな花がありますので、ぜひ、男性は女性にね、まず送っていただいて、今までこうあんまりお花を送ったことない人も、まあ、これを機会にぜひ花を送ったりだとか、奥様に対して、本当にいつもありがとうっていう気持ちを込めて送ってあげた方が、で中に、まあ、花が出るというか、まあ、潤いが生まれるっていうふうに思ってますので、ぜひちょっとトライしてみていただければと思います。この動画を見た方は、奥さんに彼女に花を送ってると思います。はい、というわけで、今日は行動するなら花を送るというテーマでお話をしてきました。結構花を送ると次の日からですね、2人ともギクシャクしてるのがなくなったりとかですね、すごくいい関係に、ま、いろいろとまた戻ってきたりとか、自分自身の行動がだんだん変わってくるっていうのもあります。自分を変えるのもそうだし、相手の行動を変えるっていうことも、一つの、まあ、ポイントとして花っていうのを、まあ、添えてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、今日も動画を見ていただきましてありがとうございました。今後も心理学、有益情報なんかをですね、いろいろ上げていきますので、ぜひチャンネル登録もお待ちしております。というわけで、ありがとうございました。